はい、おはようございます。おはようございます。そしたらね、坊ちゃんに実況解説をお付き合いいただこうと思います。うん、昨日はね、富永さんのいかだへ聴講しました。うん、ほんでね、まあもう朝からね、10センチぐらいのチャリコがね、うん、めちゃくちゃおるような状況で、うん、まあ全くね餌が残りません、うん、ほんま。でこれまあどうしようかなといろいろ試行錯誤を考えてる最中なんですが、こういうほらもう餌取りがワンサがおってもう何ともならん時どうしたらいいと思う？チャリコがおるちょっと上のところまた狙ったらまたなんか他の魚が釣れると思う。うん、そうよね。うん、結局そのまあ、チヌがその団子の周りに寄ってこんっていうのもあるがやろうけど、お前の言う通りでほらそのそこばっかりを狙うんじゃなくて、まあ遠投してみたりとかってする方がやっぱりなんか釣れる方法の一つかもしれんよね。うん、あ、まだ、はい、ということでね、状況に変化がないので、うん、まあイカダのフロートについて以外をね、うん、ちょっと別のポイントにこう投げてみようと思ってね、うん、やってます。以外を投げました。これね、この一頭の前にね、うん、小さなあたりでね、以外が取られたが、うん、でこれは怪しいぞと思ってね、うん、ちょっとやりうやけど、うん、見よってよ。穂先が映ってないのが残念ですが、糸が張ってきた。いくぞ。うん、どう？ええ当たりやったの。うん、これほら竿がもうひん曲がっちゅろん。やったらね、横走りする気ね、まあ結構肩のいいのをねかけたと思ってね、父ちゃん内心ニヤニヤしております。ただね、うん、なんか引きがねちょっと微妙ながよね。うん、まあよう引いたねこれけど、まあ気持ちのいい当たりやったね。うん、うん、もう糸が張った瞬間にもうそのまま引ったくってったりね。うん、さあ何やと思う？きびれっぽい。きびれか。
キビレ、いや、ペダイ、ね、さあ引きが強い。もうね、これね、もう頼む頼むって心の中では思っちゅうやけど、見えました、見えてきたね、見えてきました。もうシルエットがもうすでに白い色これはこれはペダイです。うわ、出た、ペダイや、ペダイでした。はい、これね、フロートについちょっと意外やけど、うん、黒いやつやね、あの緑の意外やね、うんうん、で朝うちね、やっぱりあのこのフロートの下に40センチ場のチヌがね、浮いちょったきね。そうなんかよ、そう、浮いちょったで。やっぱりね、日頃からこういうが食べゆき、やっぱあの釣れんときは気分転換にね、うん、こういうのやってみたらね、うん、面白いと思うで、うん、はい、はい、そんなこんなでね、もうあっという間にお昼です。うん、あ、ほんでね、うん、10センチバーのチャリコを巻き上げてきよったらよ、うん、あの300グラムぐらいのね、アオリがね2回ぐらい追いかけてきたでね、忘れちゃった、このね富永さんのイカダはね、この秋口ね、うん、結構ね、アオリイカがねつくイカダなので、うん、まあせっかくなんでね、この秋口に調光することがあれば、やっぱりあのエギをね、一本でもエギね、持っちょくべきやと思います。さあ、ようやっとかけましたけど、どうだ、もうね、うん、もうもはや大きい小さいは関係ないき、うん、まあ、あの諦めんと釣るのがね、やっぱ大事かなと思います。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ああ、やっと釣れた。はい、今日の釣果です。なかなか厳しかったです。まあけど釣れてよかったです。はい。